ちは、シュです。やっていきましょう。水の町に行くとこからですね。もう水の町に行っちまうのか？はい。よっしゃ、行くか。それじゃあ行ってくれたまー。お前らだけが頼りなんだ。バハトン様のことは頼んだぞ。火の町のことは安心してくれ。俺が絶対守ってみせるからな。それじゃまたな。ジェストなんかにやられんじゃねえぞ。約束するたまー。きっとまた遊びに来るたまー。水の町は本当に一番最初行ったきり行ってないんじゃないかな。うわー、懐かしいな。いいね。やっぱここがなんか一番のどかな感じがするな。あれ、ドミニオンはここにいないたまね。ジェストはどこにいるたまか。なんかお風呂のおっさん。おや、君は確かバトルカップで優勝したシューだろ。アロハか、アフロじゃなくて。やっぱりそうだったか。噂はいろいろと聞いているよ。あなたが来てくれて心強いわ。ドミニオンたちが来ても一頃ね。悪い奴らなんかに負けないでね。絶対だよ。それじゃあ頼んだよ。みんな応援してるからな。ドミニオンはまだ街には来てないよ、たまね。きっとバハトンもシューに会いたがってるたまよ。早速会いに行ってみるたまか。執務室でバハトンとは、おディーリンクが来てるぞ。ソニア、ここにもお前の噂は届いてるぞ。随分と活躍しているみたいだな。私の怪我も随分と良くなった。もう少しでお前の手助けもできるだろう。あまり無茶をしないように気をつけるんだぞ。おー、とりあえず執務室行くか。多分一番奥のとこだよね。この奥ってなんだっけ。ああ、普通に外出るとこか。来たぜ。おお、バートン普通にいるのか。よう戻ってきたの。お前さんの活躍ぶりは聞いておるぞ。何よりも無事でよかったわい。バートンも無事でよかったかまあ。おお、どうやら成長したのはシューだけではないらしいの。しかし、ちょうど良い時に二人が戻ってきてくれたもんじゃわい。このバハトンのね、竜の姿かっこいいよね。今、ギルドの総力を結集し、ドミニオンと戦う準備をしておっての。今、奴らを叩かないと手がつけられんようになるんじゃろう。ジェストムにも勝てる球か。それは何とも言えん。やってみんことにはさすがにわからんわい。奴がコロウたちのエッグドロップを集め、力をつけたことは知っておる。そう、球はバハトンだって狙われてる球よ。だからといって、このまま何もせず黙って見ておけ、おることはできん。ドロップの乱れは島の外にも広がっておる。このままでは世界が滅びやもしれんのじゃ。なんでそんなことになってるたま。人の手によってドロップインパクトを起こしてきたツケが回ってきたんじゃよ。ドロップインパクトは自然の現象。人がコントロールなどできるものではない。一度狂ってしまったドロップの流れはそう簡単には元に戻ってくれんのじゃ。これもドミオンのせいたまか。早く止めないとみんなが危ないたま。もちろんじゃ。そのための準備もできたところじゃわい。そして玉造よ、お主たちもわしらと共に戦ってくれ。今こそジェストを倒し、この島に平和を取り戻すのじゃ。おっと、なんだ。何が起こったん、玉。これはもしや、ジェストか。あー、ドロップインパクトかな。とりあえずあそこに行く感じになるんじゃないかな。何事じゃ。ドミニオンが攻めてきておったのか。ドロップインパクトです。南東の方で発生したのを確認しました。町の南東というとディエナ総神殿のあたりじゃな。まだ行ったことないな。ディエナ総神殿聞いたことない。よりにもよってこんな時に。しかし放っておくこともできんしの。ドロップインパクトだったらオイラたちに任せるたま。その後でバハトンを追いかけるたま。これで何も問題ないたま。わしらは封印の塔へ向かうぞ。ジェストは今そこにおるはずじゃ。ディエナ総神殿は任せたぞ。お主たちが来るのを待っておるからだ。
崩壊の女、崩壊の女格？じゃ、崩壊すんのか。とりあえず、ディエナ総神殿行って、南東って言ってたよね。どっからが一番近いかな。お、Dリンクが来た。近頃、ちっともドミオを見かけないの。ソニアさん、屋台側にも確認したけど、向こうも同じみたい。もしかして、ドミニオもそっちに集まって、次を最後の戦いにするつもりなのかしら。おー。ラストバトルが近づいてきたな。どうしよう。とりあえず空飛んで、ここが一番近いかな。いいね。パーティーも豪華になってね。大国とアヌビスがいるだけでなんか強そうな感じがするもんな。あれいけないのか。多分ここが一番近いな。結構ね、川があって道が行けないんですよね。近くに行っても。ここから行くか。ここの敵ってやっぱそんな強くないのかな。野生ね。一番最初だから野生の、でけえのがいるけど、久しぶりのバトルしようか。なるほど。これ最初だからあれか。闇光ないのか、ドロップ。だ幸い副属性のヴァンパイアデュークがいて、いけんじゃないかな、全体で言えば。これ、あのダンジョンもないのかな？闇光。今から行くダンジョン。やばいな、これ。全然削ってないな。うわぁ、ダメージもまあまあでかいぞ。これ、ヴァンパイア溜まるまで待つしかないのかなぁ。よっしゃぁ、やっとね、ヴァンパイア溜まったんでいきます。いや、これ結構きついな、このダンジョン闇パで来ると。闇ちょっと残しとこうか。もしかしたらまた次野生のモンスターに当たるかもしれないんで。うん、オッケーでしょう。いや、これ今から行くダンジョンがさ、すごい闇。うわ、硬っ。あ、そうか、6コンボしないのか、忘れてたな。なるほど。そうか、大国のアーマーにしたんだ。危ねえ。闇取っといてよかった。6コンボ確実にして。うん、いいっすね。これはいったんじゃないかな。いやー、ここで野生に会いたくないな、野生のモンスターに。オッケー、取れたー。ドロップインパクトを消滅させるために神殿に住むモンスターを倒してこよう。いや、頼む、闇ドロップあって。どうだろう。ここにもドロップのバランスがめちゃくちゃ玉ね。これもドミニオンの仕業玉か？オッケー、闇ドロップある。この右上にね、全色あるんで。よかったー。宝箱はしっかり回収して、お、エキドナだ。エキドナ初めて見たな、野生で。オッケー、行っちゃいましょう。やっぱ威嚇って便利だよね。一応大国がいるんで、威嚇一旦はあるんだけど。なんか闇で威嚇ってあったっけ、いいやつ。バットマンしか思い浮かばないんだけど。見えないな。闇の二旦威嚇とかあったっけな。エキドナはスルーして、お、行っちゃうか。
結構ね、さっきのあのバトルでスキル貯められたんですよね。おー、ボスか。じゃあちょっとだけスキル貯めてから行きます。よっしゃー、行きましょう。ヴァンパイア以外全員スキル溜まってるんで、まあまあまあいけるんじゃないかな。お、なんだこいつ、ドラゴン将軍か。ドラゴン将軍ね、究極したよね。毒作ってきそうだなー、先生で。先の一撃割合か。とりあえず威嚇、いや違うな、アヌビス使ってチェンジザタマ使ってやってみよう。本当はね、こっからヴァンパイア使うのが理想だったんだけど、溜まってないんだよ。そうだね、6コンボしっかりやんないとな。さっき倍率出せなかったから6コンボしっかりやって、意外と硬いな。これ使って、あ、キャプチャーできんのか。キャプチャーしたいな、これで威嚇撃っちゃおう。エンハンスかけて、これキャプチャーできれば嬉しい。こんな感じかな。落ち込んが一個乗って、いけいけ、うわー勝てーあーでも意外と半分近くまで行った、ワンチャンあるな。いやーこれどうしよう、ダメージ受けたくないんで倒しちゃうか。そうだね、これで 1.5 倍円かけて倒しちゃおう。あんま欲しかったけど、あんま食らいたくないな。結構減らしすぎてるから大ダメもね、来そうっちゃ来そうなんですよ。なんでここで確実に 1.5 倍円波かかってるんですし、いけるんじゃないでしょうかね。あ、倒せてない、やばいやばい、おー危ねー。それならキャプチャーしよう、ターンに余裕あるから。あぶねー、今大ダム来てたら確実にやられてたな、きっと。いやこれエンハンスもかかってないからね、全然いかないんじゃないかな、あわよくば。うわー厳しいか、ただ可能性はゼロじゃない。いけ、わー無理か、ここ倒しちゃおう。あぶねえ、6コンボか。6コンボちゃんとやって。やばい、5コンボだ。オッケー。いやー、欲しかったな、ソウルアーマー。あ、でもドロップした。これでドロップインパクトが消えた弾。そういえばここにもドミニオンがいない弾ね。さっきのモンスターすっごく苦しそうだった弾、だから乱暴になってオイラたちを襲ってきた弾ね。この島はどうなっちゃう弾か。ドロップのバランスはもうギリギリ弾。ジェストを許せない弾、バハトンに合流する弾。ジェストは封印の塔にいるって言ってた玉けど、北東の方でドロップが乱れている。きっとあそこにバハトンもいる玉よ。行こう、今度こそジェストをやっつける玉。じゃあ行っちゃうか、世界を救うものすげえタイトルがビッグになったな。これ野生には絶対会っちゃダメなんだよ。野生のモンスターに会うと超めんどくさくなるんで、空を飛びで行けないかな。
うわ、川あんのか。こっからじゃいけないんじゃないかな。ね、これ川あっていけないな。ここが一番近いんじゃない？こっちから行けるか？うわー、やべ、バトルか。やばいな、これで闇と光がないときつい。ないのか。はい、ヴァンパイア溜まったんで使ってやっていきます。全体は入れなくていいんじゃないかな。どうだろう。やっぱ全体入れるか。全体入れて確実に落としていこう。これでもやばいな。コンボ数がちょっと厳しい。うん、闇じゃん。あー、やばい。オッケー。さっきから6コンボすらできない状況に落ちている。まずい。お、金の D メダル？すげえ、そんなのもらえるんだ。オッケー、あった、行きましょう。うわー、マジか。やった、闇ドロップ残ってるから幸いここはいけるぞ。スキル貯めなくても、最近6コンボできてないからしっかりコンボして。お、いいっすね。いや、これででも倒してくれないとまたスキル貯めないといけないからちょっとめんどくさいな。頼む、行って。やばい、行かない。おお、ヴァンパイアの副属性だけでいけた。よしよしよし。お、何気に初ゲット、メガヒカリン。よっしゃ、やっと入れるぜ。ドミニオンとの最終決戦。ジェストを倒し島に平和を取り戻そう。よっしゃ、やってこ。でもね、さっきのバトルでいい感じにスキル貯められたんで結果良かったんじゃない？わからないけど。あぶねー、チェインはね、避けたい。チェインかなり強いからな。お、いいねー、スキルターン。オッケーオッケー。違うな、右上か。よっしゃ、行くぜ。これ育成ってだいぶ辛いな。最大レベルが61だもんね。これ無視しよう。ん？人？私なら大丈夫よ。少し休めばまだまだ戦えるわ。おっと、カリンか？カリンだね。カリンはね、一回詩人とやったんですよ、ハクト。ハクト戦ってみたら、スキル封印してきてワンパンで沈められちゃったんですよね、その後の攻撃で。なんで、スキル封印耐性ないと、ちょっと厳しいんじゃないかなと思う。多分、ハクやってきたってことは他の詩人もやってくると思うんだよね、スキル遅延じゃなくて、スキル封印。なんで、ちょっと覚醒させてからだな、詩人と戦うのは。お、また人だ。ドミニオンにやられてしまったよ。バートン様はこの奥だ。早く応援に向かってくれ。右かな。オッケー。おお、今度鍵付きか。鍵付きなんで、おお、めっちゃ人いる。勇敢士ギルドが攻めてくれなんて聞いてないぞ。だからジェスト様には叶うまい。ここが奴らの墓場になるのだ。
畜生、俺はここまでのようだ。後のことは頼んだぞ。おー、なんか本当に最終決戦っぽくなってきたな。ハギツキがいない。オッケー、金の宝箱は取っとこう。結構ね、私闇パ使ってるんで、闇ピーのチケットがなくなってきたんだけどね。だから闇ピーのチケット欲しいな。おっと、なかなか、いた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 。結構でかいな、敵が。お、一体だけか、ラッキーだね。これはちゃんと6コンボね、6コンボをして。いいでしょう。あ、スキルもさっきの戦いで全員溜まったんで、ほんとあとボス行くだけだな。いやー、でも結構敵硬いな。ワンパンができなくなってきた。迅速。おー、ダメージも結構くるね。多分次のフロアがボスだと思うんですよね。でってってって、来たー。うわ、めっちゃいる人。見てしゅう、バハトンたちが戦ってる弾。バハン、ただ杖振り回してヤンキーなだけじゃん。おっと、待ちな、あんたの相手は私だよ。暗闇より来たれ、モンスターよ。怒りを宿し、破壊の力となれ。勝つのは私、ドミニオンだ。リリース。いや、これさ、全力で行っていいのかな、このバトルに。なんか、この後もう一体敵出そうな気がするんだけど、そんなことないかな。おっと、スキル封印か。お、弾いたな。使える。誰かスキル封印持ってたのか。ラッキー。じゃあこれ使って、どうしようかな。全力でいっちゃうか。全力でいっちゃおうか。まあ、敵来たら来たで、まあなんとかなるでしょう。これ使って、お、いいね。ちゃんと6コンボ分はあるはず。よし、ワンパンいけるはずなんですよね、これで。落ち込んでるか。一応イカ食っといた方が良かったかな。あ、いけるね。畜生、ジェスト様。あ、ジェストいないな、そういえば。注意、遅かったの、間に合わんかと思ったぞ。ジェストはどこ、玉もうやっつけちゃった玉か。いや、まだじゃ。おそらくこの奥にいるじゃろう。行くぞ、皆の者、島に平和を取り戻すのじゃ。わーお、いたね、ジェスト。これはこれは、ようこそおいでくださいました。水の古老が直々においでになるとは思ってもみませんでしたよ。ドミニオンがしてきたこれまでの行い、古老として許すわけにはいかん。お主を倒して諸悪の根源を断つ覚悟はできとろうな。行け、ドラゴンになるんだ。きたー。いや、バハトンのドラゴン結構好きだわ。普通にかっこよくないこれ。弱いけど。ミラクレイヤーみたいな感じするな。はははこの程度の力で私に勝てると思っていたのですか。バートン様も老いたものだ。私が最後を見取ってあげましょう。最後を見取ってあげましょうか。いや、ジェストのね、ドラゴンも普通にかっこいいからな。エルドラと全く同じパターンだ。弱っ。わあ、ほんと全く同じパターンだな。
バハトーン、そんなの嫌たまやったぞ、ついに揃ったんだ。これで究極の原始の力を呼び起こせる究極の竜へと私は進化するのだ。世界の救済者として降臨する日を楽しみに待つがいい。やばいやばいやばい、お前たちもこれまでだな。さあ覚悟してもらおうか。お、バトルか。あ、これランス来るんだな、間違いない。普通にボコボコにされてんだけど。あっけねえな、これでギルドもうおしまいだぜ。悲しむことはないわよ、すぐにあの世で仲間たちに会えるからね。ほら来たランス。竜冠士だったらさ、最後まで戦う覚悟を持ち続けろって言っただろ。かっけえなランス。さあかかってこい、ギルドの竜冠士の力を見せてやる。これで終わりか、歯応えのない奴らだったな。やっぱりランス様は最強デビー、おいしゅうランス様に感謝するデビーよ。ランスデビーありがとう。タマー、やめろよタマゾー、仲間だろ。なんかいきなり仲間意識を持ち始めたランス。久しぶりだな、じいさんの姿が見えないがどこにいるんだ。もしかしてじいさんはもうジェストに。何、間に合わなかったのか。俺が竜冠士を目指したのはバハトンに憧れたからなんだ。あのじいさんが俺の育ての親だってことを知ってたか。早く強くなってじいさんの助けになりたい、そう思って戦ってきたのに、いつの間にか負けることを恐れ力だけを求めるようになってしまったんだ。でもランス様はちゃんと気づいたデビ、自分だけが強くなってもそんなこと何も意味がないってことに。仲間たちと共にあってその絆によって自分も強くなれる、そういう強さもあるってことに周を見て気づいたよ。じいさんすまない、俺間違ってたよ。だけどもう叱ってもらうこともできないんだな。俺はもう絶対自分の弱さから逃げたりしない。じいさんが残してくれた誇り、竜冠士として戦うことを約束するよ。ランスも自分の中の弱さに気づいて乗り越えることができたんたま。ランス様、今度はこっちから反撃するデビ、この島を守ってみんなおじいちゃんたちを安心させてやるデビよ。世界を救うもの、救ってないけどね。いやただもうそろそろ決勝というか終わりが見えてきたな。決戦、今頃ジェストたちはどこにいるたまね。さっきの戦いでドミニオンも相当な痛手を負ってるはずだ、そんなに遠くには行っていないと思うが。じゃあシュー、奴らの行方を探ってみるたま。この辺りにいるなら誰か知っている人もいるかもしれないデビー。いや、いるか知ってる人。よっぽど詳しい人がこの近くにいるのか。ドミニオンの行方を調査しよう。はい、ということで、じゃあ今回はここで終わって、また次回続きからやっていきたいなと思います。バイバーイ。